第95回19日行動にご参加の皆さん、お疲れ様です。文革増税反対、辺野古新基地建設反対、南西諸島のミサイル配備反対、殺傷武器輸出反対、改憲原案勝手に作るな、マイナカード強制反対、暮らしを守れ 10.19 国会委員会館前行動を開始します。開会挨拶を主催者の専任委員会の方からお願いいたします。皆さん、こんばんは。戦争させない専任会、国本です。12日行動にご参加いただいてありがとうございます。2015年の戦争法成立から積み上げてきた19日行動、来年の3月で100回を数えます。この場で本当に多くの人が声を上げてきました。この日本が平和であるように、差別なく平等であるように、一人一人の生活が納得のいくものであってほしいと、私たちは声を上げ続けてきました。しかし、まだまだその声が届いているとは言い難い政治状況があります。総当たり行動はしっかりと一人一人の生活の中に立って歩んでいきたい、そういうふうに思います。10月7日突然にパレスチナガザ地区を実効支配しているイスラム武装組織ハマスはイスラエルに侵攻し、多くの犠牲者を出すとともに市民を人質として拉致しました。天井のない監獄と呼ばれるガザ地区、種子島程度の面積に約200万人が押し込められて暮らす、将来の見えない生活がいかに絶望的であるか。しかし、そのことでハマスの暴挙を許すことはできません。同時に差別と偏見の中で世界を放浪し、ホロコーストを経験したユダヤ民族、イスラエルの民は今自らの体験をパレスチナ、ガザに生きる人々に強要しようとしています。私たちは暴力による報復が決して問題の解決につながらないと考えます。憎しみの再生産を、憎悪の感情を乗り越えていかなくては、乗り越える努力の中にしか平和は見えてこないことにしっかりと目を向けなければなりません。米国は地中海に空母を派遣し、イスラエルのハマス壊滅の方針を支持してきました。複雑な歴史の中で米国、そして欧米諸国が自らが果たしてきたありさまを顧みず、和平への責任を果たすことのない現状を許してはなりません。私たちはウクライナにおいてもパレスチナにおいても常に失われていく命に目を向けなくてはなりません。そして憎悪の連鎖を人間の言葉と知恵と思って乗り越えていかなくてはなりません。この間2020年に刊行された隣の国の言葉ですものという本に出会いました。キム・ジヨンさんが詩人の茨城のり子さんについて書いた本です。軍国少女だった茨城のり子は自らとの対話の中で自らの体験を見つめ、信念を持って戦争と向き合いました。こっそりと青く国を抱きしめて眉を上げていたナッパ福時代の小さい証を、根深の海を忘れはしないだろう、静かに
しかし確固たる信念を持って戦争を糾弾する姿勢に私たちは共感します。その彼女が50歳近くで韓国語を学び始めました。最初の韓国に関連した詩隣国語の森で彼女はこう書きます。日本語がかつて蹴散らそうとした隣国語ハングル、消そうとして決して消しされなかったハングル、許してください、植民地支配を許してくださいと、そう言いながらあらゆる努力を払い、その美しい言語の森へと入っていきますと書く詩人のその心、私たちは思い巡らさなければなりません。日本にはアジア別種も、そして自らがアジアに遊泳するとの考えが発行しています。植民地主義を乗り越えることのできない日本社会があります。過去を深く反省し新しい関係を作ろうとする意思が見えてきません。そしてその事実が不幸なヘイトを呼び込んでいます。日本と朝鮮半島その間に横たわる民族の感情を思いながら、茨木のり子は許してくださいと書いたのだと思います。その思いが日朝に横たわる壁を乗り越えていくこと、そのことにつながると思います。そしてそこに平和が見えてくるのだと思います。私たちは深くその言葉をかみしめて平和を求めていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは政党代表からご挨拶をいただきます。立憲民主党の岸真紀子参議院議員です。よろしくお願いいたします。19日報道にご参加の皆さん、こんばんは。少し気温が低くなってきたこの今日ですが、こんなにも多くの方が国会前にお集まりをいただきまして、連帯のご挨拶をさせていただきます。立憲民主党参議院議員の岸真紀子と申します。いよいよ明日から臨時国会が始まります。待ちに待った、ありがとうございます。本当に6月21日に通常国会が閉会してからずっとですね、国会を開けと私たちは要望してきましたが、なかなか開いてくれなかった。やっと明日から開会が行われます。ただこの国会の開会にあたって本当にいろんなことを議論しなきゃなりません。今日の集会、本当に長いタイトルになってます。皆さんの怒りがこれだけ長い回答になっていると思うんですが、これが全て論点になってきます。私たち立憲民主党としても、まず明日の早朝に議員立法、この間議論してきたものを3本出す予定となっています。一つは旧統一教会の財産保全法案というのを提出する予定となっていますし、二つ目には今日のテーマでもあるマイナ保険証問題、健康保険証を来年の秋に廃止するというとんでもない法案を前回の国会で決定した岸田政権に対して、この保険証の廃止を延期させるための議員立法をまとめましたので、明日の朝提出する予定となっています。これをですね、超党派で何としても成立をさせたい、その思いでまずは明日朝から頑張ってまいりますので、ぜひとも応援。それと代表のご挨拶にもありました、イスラエル・パレスチナ問題、本当に今国際的にも平和というものが危ぶまれる実態になっています。その中で岸田政権がどう考えているか、これもしっかりと明日以降の国会で正していかなくてはなりません。私は今年の夏に実は父を亡くしまして、この父が戦時中に生まれてずっとですね、戦争だけはやっちゃいけないと子供の時から言われてきました。
父の父は戦死しています。だからこそ今こそ本当に日本でも戦争をしないために私たち国会議員も頑張っていかなくてはなりません。で、日本だけではなく即時停戦をしっかりと求めて、今のような毎日毎日ひどいニュース、ひどい映像が流れてくる、これをしっかりと止めるためにも岸田政権に私たち立憲民主党としても超党派を超えてですね、訴えてまいりますので、引き続き皆さんのご声援そして応援をお願い申し上げ、簡単ではありますが私からのご挨拶させていただきます。明日からもどうぞ応援よろしくお願いいたします。岸真紀子参議院議員、ありがとうございました。続いて社会民主党大椿優子参議院議員です。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました社民党お参議院議員の大椿優子です。今日も19日行動にお集まりの皆さん、本当にご苦労様です。今日私たちは社民党、そして新社会党、そして市民の皆さんとともに都内、各所で街頭宣伝を行いました。沖縄からですね、山城ひろじさんが、来られております。沖縄を再び戦場にさせない、辺野古新基地建設反対ということで、新橋、有楽町、そして新宿、3カ所ですかね、そこで街頭宣伝を行いました。沖縄、今玉城デニー知事が最高裁の判決を受けてなお承認はしないという立場を明らかにしました。これ本当に苦渋の法決断だったかと思います。どれほど、彼は行政の長として、しかし沖縄県知事として、この判決に対しどういう立場を取るべきか、どう答えを出すべきか悩み続けたのではないかと思うんです。しかし玉城知事が選んだのは沖縄県民の思いに寄り添うという判断です。私たちはこの玉城デニー知事の答えにしっかりと寄り添い、支え、彼を一人にしない、そして彼と共にある沖縄の人たちを孤独にさせないために連帯していかなければいけないというふうに思っています。今承認しないという立場を明らかにした玉城知事に対して、それで本当にいいのかと批判の声が高まっていますけど、何を間違っているんでしょうか。批判するのはあっちだよ。その通り、批判するのはどっちだ、あっちだよと、国じゃないですか。沖縄県民が民意を示してもなおその思いを一個だにすることなく辺野古新基地建設を強行しています。それに対しもうあそこで基地を作ることはできないんだ、軟弱の地盤なんですよ、そこに90メートル級の杭ですか、それを何百本も建てなければあの基地を作ることはできないと言われている。一体どれぐらい工事がかかるかわからない、完成するかわからない、莫大な税金があそこにつぎ込まれていく、こんなものを認めることはできない、これのどこが間違ってるんですか。ちっとも間違ってないよ。間違ってるのは国じゃないですか。私は思うんです。その地域に住む人たちがその地域の問題を決める権利があると、このことを徹底的に傷つけられ虐げられているのが沖縄というところではないでしょうか。私たちだって虐げられてますけどね。私たちはこのことを放置し続けていいんでしょうか。基地は沖縄に作りゃいい。そして今岸田政権はどうでしょうか。戦争が始まるのと言わんばかりに島々の人たちに避難をしろと、避難訓練をしろとまで、そんなとんでもないことを言っている。戦争が起こった時あなたたちの島は戦場になりますよ。
その時のために逃げる方法を確保してくださいねという岸田政権をどうやって支持することができるでしょうか。人々の命を守ろうともしない今の岸田政権、5年で43兆円にまで防衛費を増やすと言っている。苦しい人々の生活には目を向けず、最近スーパーに行ってようやく物の値段が高いっていうことが分かったらしいが、遅いよと思いませんか。人々の暮らしにこそお金を使うべき、皆さんの税金にお金を、皆さんの税金を暮らしにこそ使うべきです。戦争へと邁進する岸田政権、このパレスチナそしてイスラエルの戦争についても明確な立場を示していません。私たちは戦争は絶対にダメだと、戦争を繰り返すためにこの惨劇は、この禍根は残り続けるんだ、そのことをやはり今パレスチナとイスラエルの状況を見ていて痛感していると思います。社民党ははっきりと、軍拡にはノー、税金は暮らしにこそ使うべきだ、その立場で明日から始まる臨時国会でもしっかりと声を上げていきたいと思います。今日ここに集まってくださっている皆さんと共に平和を求める行動、これからも邁進していきます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。大椿裕子参議院議員でした。ありがとうございました。続きまして、沖縄の風、佐から哲美参議院議員です。よろしくお願いいたします。お疲れ様です。ご参集の皆様、こんばんは。こんばんは。ただいま紹介いただきました、沖縄の風の佐から哲美でございます。参議院の方では伊敗大石さんと一緒にこの沖縄の風という会派を組んでおります。私がですね、今言いたいのは、先ほど大津崎さんから沖縄の裁判の話がありました。玉城知事が期限までに承認をしなかった、判決はそう出したにもかかわらずという言い方ですけれども、それは正しい見方ではありません。ほら、判決を、最高裁の判決を尊重したからこそ迷ったんです。あれだけ時間かかったんです。そうでなければ最初にもポンと跳ねてます。それぐらいはっきりしてました。今ですね、それを考えてみると、さらに日本の大きな戦後の変換というのは地方自治です。地方自治というのはありませんでした。明治憲法の下では地方自治という言い方を間違って解釈はしていて、天皇の一声がその日のうちに地方の津々浦々まで届く素晴らしい地方自治だと言ったんです。これは中央集権じゃないですか。それほど概念が間違ってたということだと思います。そしてその地方自治が今はっきりと地方と国の関係は平等であると、2000年の地方分権一括法でそう明記されました。それは地方自治法が変わって明記したから対等になったんじゃないんです。もともと日本国憲法では地方自治という章を作って対等だと言ってるんです、最初から。今さら遅いんです、逆に。でそういう見方をきちんとやらなきゃならない。今回のデニー知事のあの判断はそこに重要な論点を置いてたわけです。国のある機関、沖縄の防衛局が埋め立てをしたいと、でも途中で軟弱地盤があるからこの設計を変更したいと申してたら、知事はいろいろ調べたわけです。いや、これはできないよ、環境にも悪いし、活断層もあるし、軟弱地盤もあるし、いろんなものがあって、これは承認するわけにはいかない。言ったら、ここはまた同じ国の機関に、国交省に、いや、なんとかしてくれよと、あれを、知事のこれを取り消してくれと言ったわけですよね。そしたら国交大臣は、分かったと、取り消したわけです。
この取り消したのが裁判にかかるわけです。なぜかかるかというと、こういうやり方は自治権、地方の自己決定権を犯してるでしょと、これ過度な関与ですよと、違法な関与ですよと言って裁判所に訴えたんです。ところが 最高裁はそれを全然見てない。どこが違法なのかも言わないで、この国交大臣がやれと言ってることは適法だと言ってるんです。そこ調べたんですかと言うと、全然調べてないんですよ。何が適法なのかは中身調べないで適法と言ってる。いや、これは最高裁判所あるいは裁判所司法権の役割って何だというと、恣意的な国家権力の抑制にあるんですよ。だからこそ司法権というのがあるんです。この恣意的な国家権力の行使というのが今のやり方です。自分たちが思っていることをどうして認めない、それをさらに認めないんだったらまた上の機関がやれと、認めなさいというわけですよね。これはもうすでに逆転している、対等の共同構造じゃないです。どこかの色眼鏡で、明治憲法の色眼鏡で見た地方自治でしかない。私たちはこの眼鏡をですね、しっかり取って憲法9条の平和を求め、さらに自治を求めるという、しっかりとした目で見て、この日本の外交も含めてやらなきゃならないだろうと思います。特に、まあ、先ほどから問題になっているパレスチナ・イスラエルの問題、これは9条の外交を忘れたんですか。もし20年前であれば、日本のこの9条の外交は力による外交ではありませんでした。だからこそ入っていけたんですよ、そこに。今は入れますか。力による外交といって入ろうとしている、そんなことはできないんですよね。もう外交の姿勢がやっぱり私たちにとっては、日本国民の民意は武力で外交をやらないと、まあ、こちらにもありますけれども、本当にそのことの方が民意だと、そういうことをですね、私たちは改めて確認しながら、民意を大事にする国民主権の主権在民、主権在米じゃない、主権在民をしっかりと守りながら平和を求めてまいりましょう。お疲れ様です。ありがとうございました。高良哲美参議院議員でした。ありがとうございました。政党代表からの全体挨拶、最後は日本共産党赤嶺政権衆議院議員です。よろしくお願いいたします。集会参加者の皆さん、こんばんは。こんばんは。私はオール沖縄一区の代表、日本共産党衆議院議員の赤嶺政権です。まずはじめに、あのイスラエルのガザへの蛮行、心から糾弾したいと思います。ハマスの暴力も許されません。しかし今イスラエルがやっていることは、占領地の罪もない住民への爆撃、そして全滅を目指すような行為ではありませんか。暴力による暴力の連鎖は絶対に受け入れない。外交で問題を解決する、その声を上げていこうではありませんか。先ほどから沖縄の問題が出ておりますが、玉城デニー知事はあの辺野古の裁判について最高裁で敗北をいたしました。法治国家なら最高裁判決を守れと、このように岸田内閣は言い放っております。法治国家には民主主義が必要であります。民主主義を守らないで法律で決まっているからというのは、あの中身を見れば沖縄の人たちは絶対に受け入れないと立ち上がっております。政府は大執行裁判に玉城デニー知事を被告席に立たせようとしております。その理由は、国の理由は、公益を害しているのは
玉城デニー知事だと言っています。どんな公益だと政府に問い詰めたら、一つは辺野古に基地を作らないと日米同盟が壊れてしまう、これ以上の公益はないと言ってんです。そして普天間の基地をそのままにしておくことは危険性が続くことになると言っています。しかしこの辺野古の新基地は政府の思惑通りに行ってもあと12年かかることになっています。12年間あの危険な基地を放置することは許されないではありませんか。これが公益で言うなら、直ちに普天間基地は閉鎖撤去すべきであります。沖縄の自然はアメリカのものではありません。日米安保条約が民主主義の上にあるような今の沖縄の状況、南西諸島での軍事訓練、沖縄を再び捨て石にさせない、こういう戦いを引き続き全力で頑張ってまいります。明日から国会が始まり、10月21日にはあの遺骨混じりの土砂を辺野古の埋め立てに絶対に使わせないという島ぐるみ会議の集会も開かれます。また玉城デニー知事を支援する集会も県民が自ら立ち上がって各地で開催をしております。この沖縄の戦いと結びついて、私は国会で憲法の改悪は絶対にさせない、安保条約よりも国民の命、憲法が大事、こういう立場で全力で頑張ります。共に頑張りましょう。赤嶺政権衆議院議員でした。ありがとうございました。皆さん、国会議員の方々の連帯挨拶を聞いて熱い気持ちになったと思います。その思いをぜひカンパに託してください。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。それでは市民の発言に移っています。最初に辺野古新基地を作らせないオール沖縄会議共同代表の糸数恵子さんと電話がつながっております。よろしくお願いいたします。乾杯お願いします。乾杯しますが、ちょっと待って。ご紹介いただきました、大野沖縄共同代表の一人、糸数恵子でございます。総がかり行動に集中されました皆様、本当にご苦労様でございます。私も参議院議員在職中は大変お世話になりました。改めてお礼を申し上げたいと思います。さて、現在の沖縄をめぐる情勢ですが、岸田内閣による安保三文書に基づく大軍拡、南西諸島の軍事要塞化、ミサイル配備などが進行し、危機的な状況です。さらに本日は初めて自衛隊のオスプレイが石垣島で米軍と一緒になって、レゾリュートドラゴンという いわゆる米軍、そして自衛隊が一緒になって訓練を開始していきました。今このような危機的な状況の中で、敵基地攻撃能力のミサイル配備、さらに集団的自衛権の行使、このように米軍指揮下での共同行動など、沖縄が本日に攻撃され、再び戦場になる恐れが県民の中に不安として広がっています。この事態を決して許してはいけない、この思いは沖縄の多くの県民が共通する思いであります。
ところで、このような状況の中で、国は名護市その子の新基地建設をめぐる大執行訴訟で、国の訴状に対する県の対応、18日の沖縄タイムズ琉球新報両方の新聞にその件の答弁書を提出いたしました。大執行の要件を全て無価値と主張する国に対して、県は設計変更を承認しないことによって著しく公益を害することが明らかでは明らかとは言えないと反論しております。地方自治の観点からも地域住民の声を無視して国の事業を進めることは大変おかしい。国は大執行に頼ることなく県との対話で解決の道を探ることが最善の方法であると主張しています。ご存知の通り、県民の新基地建設反対の明確な民意こそ公益として考慮されるべきだと知事は主張しています。軟弱地盤を含む断層で埋め立てはさらに長期化が予想されております。完成までの間、千枚飛行場を固定化することになり、国が主張している危険性の除去という公益は極めておかしい状況です。例えば、大田正秀知事の時代に土地調整使用をめぐる代理署名訴訟がありました。ここではすでに日米地位協定に基づき提供が合意されており、手続きが進まなければ日本側の法的義務が履行できなかった状態ですが、辺野古新基地は日米間と政治的な合意にとどまり、承認されなくても国家間の義務不履行にはなりません。秋田や山口での配備を断念したイージスアシアのように、一度計画がなされても合理権利を書けば撤回されることはあるわけです。辺野古新基地建設もこれまで牛桟橋や L 字型などいろいろ国が提供して提案してまいりましたが、この計画はダメになりました。原案が合理的で公益上の価値が高いとは言えず、むしろ県民により負担が大きく公益に反するせずに変わってきたこの普天間の問題、普天間飛行場の返還合意からすでに27年経っています。さらに新基地建設に長期間を要する時点で日米合意はすでに破綻しているのであります。ですから、ここでは地域住民の自己決定を踏みにじることがあってはならないと思います。何が地域住民の公益かの判断を裁判所、国が押し付けることは許されない。県民の道路を得ない状況での大執行は認められないと玉城デニー知事は10月30日知事自らこの裁判での口頭弁論に発表予定になっています。今、オール沖縄としては何としても玉城知事を応援し、これからも報道内容として、例えば10月の21日の土曜日は真文の平和記念公園で南部の土砂で辺野古を埋めるなという集会を開きます。さらには10月30日大執行訴訟支援集会を裁判所の前の城学公園で開きます。さらには11月2日の日曜日、北谷町にある北谷ドームで県民集会を開く予定になっております。どうぞ皆さん、このような今の沖縄の状況がいずれ日本の国全体に及ぶような状況に共に力を合わせて皆様と一緒に戦っていく、オール沖縄を止める決意を、そして浜松知事が一
と就任の時におっしゃいました。そしては茨の道を歩むことにしつつと一つを決めて私たちもしっかりお決まりで戦ってまいります。どうぞ皆様も一緒になって戦っていただきますように心からお願いを申し上げまして、オール沖縄共同代表糸数恵子のメッセージとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは市民の発言いきまして、オール埼玉総行動執行委員長の小出重義弁護士です。よろしくお願いいたします。お金、はい、はい、ありがとう。皆さん、こんばんは。こんばんは。ご紹介いただきました、オール埼玉総行動の実行委員長をしております小出と申します。オール埼玉総行動は2014年歴代の内閣が憲法に違反するからできないとしてきた日本の諸悪の根源である集団的自衛権の行使をいわばクーデター的に認めた安倍内閣の閣議決定の撤回およびその閣議決定を具体化した安保関連法、戦争法と言っていますが、その戦争法を廃止するために主義信条党派等を一切問わず埼玉弁護士会、連合埼玉、蔡労連の講演を得て活動している県民運動です。今年は6月4日、第12回目の1万人集会を行いました。さて、岸田政権は今、ブレーキの効かなくなった戦車のように、憲法の縛りを無視して戦争への道を突っ走っています。昨年12月には戦争法を実践的に具体する、これを補強する、戦争法を補強するという安保三文書を閣議決定し、増税、税金倍増、これを決めました。安保三文書、これは読んでみたらいかにひどい文書かというのがわかるんですけれども、とにかく憲法9条が規定する憲法9条に基づく専守防衛を全く見じる。度外視、憲法9条に反する専守防衛に反する、この敵基地攻撃能力というものを容認し、今言いました軍備費も倍額しましたよね。その他、ちょっと5分言われるからちょっとおっちゃってくれその他彼やったことは何ですか。あれはアメリカの軍事戦略に加担する、なんとか財源法ね、軍拡財源法ですか、財源法、それから軍需産業を設けさせるだけの軍需支援法ね、それから今出ました沖縄とか南西諸島へのミサイル基地の設置、アメリカとの軍事が合同での軍事協連、ね、軍事演習、これの強化、もうとにかく数え上げればキリがありません。その上、
国民の7割が反対しているマイナ保険法、これを通してしまいました。マイナ保険法、これは財界の圧力、これにもよるんでしょう。これを通したというのはね、それにもよるんでしょうけども、やっぱりその根源にあるのは政府による国民の膨大な情報を管理する、すなわち戦争への準備のための、戦争への準備のための国民総動員のための方策である。これだから岸田政権は一生懸命になってこれを通しました。これで通しました。しかも彼は自分の任期内にね、来年9月です、それ任期内に会見すると、会見をすると、こういうふうに明言しています。一方マスコミですけども、日本の今のなんとなく軍拡ムード、これにこうしきれないのか、徹底してこういう日本の戦争国家化を批判しませんよね。しません。多くのマスコミは本当にその機能を停止してるんじゃないか、こういう思われる、こういうふうに思われる状況が続いています。そうじゃないですか皆さん、新聞読んでいても。これは絶対おかしい。徹底してね、この今の軍事国家化を憲法に基づいて批判しなければならない、それをやらない、このような状況、これを覆すのは戦争への道、もうどんどん進んでるんですよ。もう本当戦争になるかもしれないという状況になってるわけですけど、それを引っ返させるには選挙に勝つしかありません。選挙に勝つしかありません。それには市民と野党が共闘して一対一、候補者の一対一の行動を作っていかなければならない。これはもう明らかですよね。これはもうこうしなければ勝てないんです。我々はバラバラじゃ勝てないんです。選挙に勝てなきゃどうしようもないんです。選挙に勝つには一対一の行動、これを作っていかなければならない。そのためには選挙直前の急ごしらえの共闘ではなく、常日頃から市民と野党が地の足のついた草根の路橋と、これを毎日毎日育て上げていかないか、それを作っていかないか、そうじゃないですか。そんな簡単にね、市民と野党の共闘なんて選挙だからってできませんよ。毎日毎日野党、市民と野党の共闘を作っていく、こういうことでなければならない。皆さん、平和に右も左もありません。平和を作るのは主権者である私たち市民です。主権者である私たち市民です。諦めたら負けです。とことん徹底的に頑張りましょう。ありがとうございました。だいぶ頼んだ。小出杉雄弁護士でした。ありがとうございました。続きまして、九条の会事務局長の小森洋一さんです。よろしくお願いいたします。国会前にお集まりの皆さん、本当にご苦労様です。この毎月19日の行動が国会前で行われるようになったのは2015年の9月19日に第2次安倍晋三政権が明らかに憲法に違反する戦争法を強行採決して、それに断固として反対し続けてきたこの国会前を包囲した多くの市民が、絶対にこの憲法違反の戦争法制を廃止するまで戦い抜くんだと、毎月19日集まり続けて今日に至っているのです。その戦いの日々をもう一度しっかり私たちとして確認し合いたいと思います。つまり
私たちは国会で、そして自民党政権が憲法違反の戦争法を実行しようとすることを絶対に阻止する、そういう市民運動の力を毎月19日ここで示し続けている。この戦いを絶対に勝利させるその日に今日していきたいと思います。それはなぜそのことが今ここで可能になるのかということを改めて考えてください。それは安倍政権を引き継ぐ岸田文雄政権が明らかに憲法9条違反の一連の軍拡戦略をどんどん行使していく。それに対して多くの国民が絶対に許せないという思いを今固めつつあります。この岸田政権がアメリカと一体となって行おうとしている戦争政策、どれだけ危険なものなのか、それは今何人もの人たちが沖縄から発言をされましたが、沖縄の基地がどのように極めて危険な軍事拠点として転換されようとしているのか、そのことに現れています。10月5日九条の会の大集会を、初めて大集会と銘打ったのですが1200人で開かせていただきました。そこで9人の呼びかけ人で、今お元気な沢地久枝さんがですね、改めて九条の会を作ったことは絶対に日本を戦争する国にさせない、それを主権者である国民が国家に対して政府に対して明確に示す、そういう運動なのだというお話をされました。私は文学研究者です。九条の会の呼びかけ人の多くも文学者でした。その中で今年3月3日この世を去られた大江健三郎さんは、沖縄ノートの中で、日本は沖縄に帰属すべきだというふうに明確におっしゃっていました。それは沖縄が日本に返還されるかどうかというアメリカとの佐藤栄作内閣との交渉が行われている最中で出版された岩波新書の中の一節です。でもそこに琉球王国として独自な国家としてアジア文化圏で鎖国していた日本とは違う、そういうルソンを歩んでいた沖縄を大日本帝国が琉球併合という形で勝手に帰属させて、そして第二次世界大戦をアメリカのアジア戦略の基地に位置づけた、そうした日本の歴史そのものが憲法9条違反じゃないですか。沖縄こそが憲法9条の本当の精神をずっと示し続けて戦ってきたのではないでしょうか。今私たちは改めてこの時点で岸田政権の危険な軍拡政策を阻止するために、沖縄の戦い続けてきた人々と連帯して、この国会前の憲法9条を断固として守り抜いて実現する19行動を貫いていこうではありませんか。皆さん、戦いはこれからです。頑張っていきましょう。
小森洋一さん、ありがとうございました。最後に韓国からの連帯メッセージを代読でご紹介いたします。ウクライナ戦争がまだ終わってもいない今、パレスチナで起きている悲惨な悲劇を考えると、平和憲法の大切さがさらに切実に感じられます。ユン・ソンニョル政権と岸田政権は強制動員問題、日本軍制度性問題など歴史の真実を封印し、被害者の人権を踏みにじりながら日米韓軍事協力に向けて暴走しています。キャンプデービッドで一層強化された日米韓軍事協力は、東アジアに平和ではなく戦争の危機を招くだけです。中国と朝鮮の脅威、台湾有事を口実に日本の軍事費は日増しに増加しており、沖縄はミサイル基地で覆われています。朝鮮戦争の終戦70年を迎えた今こそ、韓国と日本の市民が朝鮮半島の分断克服と東アジアの平和のために乗り出すことです。二度と戦争を繰り返さないという平和憲法の精神をもとに、これからも固く連帯して戦っていきましょう。民族問題研究所災害協力室長キム・ヨンファンさんからのメッセージでした。それでは最後に行動提起を救助を壊すな実行委員会の岸山奈穂子さんです。よろしくお願いいたします。お疲れ様です。皆さん、ご参加の皆さん、本当にお疲れ様です。本日の参加者は900名でした。今、ガザの状況が本当に大変になっていて、皆さんもいろんな行動に参加されていると思います。連日私もネットなんかで情報を集めていると、本当に悲惨で目を追いたくなるような画像が飛び込んできます。特に一昨日、ガザ北部の大きな病院が爆撃にさらされ、どっちがやったんだとかいう問題になってますけれども、やはり戦争で犠牲になるのは、いつも何の罪もない市民たちなんだということが、本当に実感として思いました。首がない子供たちの写真、亡くなった女の子に寄り添う子猫の映像、子供の、自分の子供の肉片が散らばって、それをかき集めてビニールの中に入れて救護所に来たお父さん、こういったことが今起きています。憎しみと暴力の連鎖がまた新しい暴力を生んでいる。この憎しみの連鎖を断ち切るためには、絶対に戦争では解決しないんだということを私たちは訴えていかなければなりません。日本は戦争の被害と加害の中から、その反省から憲法9条をずっと持ち続けてきました。この憲法9条を持つ国として、今私たちはどんな行動を取らなければならないでしょうか。決して今起きていることを無視してはならないというふうに思います。しかし今日本は、日本政府は何をしているのかというと、トマホークミサイルの導入を1年前倒しして、勝手に武器を爆買いしています。大きな軍拡路線へと勝手にどんどん突き進んでいます。私たちはアメリカ追従でパレスチナ市民に背を向けるような、そんな国には絶対にしてはならないというふうに思います。今週の月曜日16日には、総掛かり行動実行委員会が緊急で行動を企画したイスラエル大使館前での行動に600人の市民が集まりました。この今のガザの状況を見ていて、悲惨な状況を見ていて、つくづく日本の憲法9条は素晴らしい憲法だなというふうに思いました。どっかの誰かさんがみっともない憲法だと言っていましたけれども、とんでもない。憲法9条があるから私たちは70年以上戦争をしてこないで済んだんです。この憲法9条を今こそ広げていかなければならないというふうに思います。
明日から臨時国会が始まります。あまりにも遅すぎるじゃありませんか。臨時国会、国会をずっと開かないで、それで開いたと思ったら今度憲法審査会をきっちりと開くんですよね。本当におかしいというふうに思います。この素晴らしい憲法9条を変えたがっているのが岸田政権です。自民党公明党だけではなくて維新もこの憲法を変えたがっているんです。憲法9条を変えたがっているんです。このような人たちに次の臨時国会好き放題させてはなりません。また岸田さんの衆議院解散やるやる詐欺に私たちは惑わされず、選挙があろうとなかろうと絶対に憲法を変えさせない、そして全世界の戦争をなくすんだ、この平和への思いを改めて皆さんと共にしたいというふうに思います。今岸田政権の支持率とても下がっています。この下がっている受け皿を絶対に維新に取られてはなりません。市民の怒りの受け皿を絶対維新に受け渡してはなりません。私たちの手でこの岸田政権の支持率落ちていますけれども、その受け皿とその希望へとなっていこうではありませんか。今後の行動提起をいくつかしたいと思います。まず10月23日ウィメンズアクションがあります。女たちはありとあらゆる戦争に反対します。先日も沖縄で米軍による米兵による女性への性暴力が明らかになりました。こういったことをいつまでも繰り返すんでしょうか。私たち女性は戦争につながるありとあらゆるものに反対し、平和を築いていこうということで、今回のウィメンズアクションは、夜6時から有楽町糸島前です。10月23日夜6時から糸島前で行います。男性の皆さんもぜひ参加してください。そして3日後の10月26日、10月26日は総がかりの街頭宣伝です。新宿の東南口です。これは新宿の東南口で夜6時から、総がかりの街頭宣伝が行います。失礼しました。26日はすいません、この街頭宣伝やるって予定だったんですけども、変更になりまして、官邸前で、首相官邸前で夜6時半からトマホークの導入前倒しに抗議して、緊急の官邸前行動を行います。すいません、変更になりました。10月の26日は総がかりでトマホークの導入前倒しということで夜6時半です。夜6時半から首相官邸前で行います。そして11月3日今年も憲法集会を行います。これは国会正門前です。今こそ憲法を全世界に広めていかなければなりません。そのためにも日本でこの憲法集会が大きく行われたということを世界に広めていきましょう。1時45分ですね、午後1時45分からプレコンサートが始まります。国会の正門前にお集まりになってください。よろしくお願いします。明日から臨時国会が始まります。明日もこう終わります。明日の臨時国会では12時に同じここでですね、開会日行動が行われます。平日の昼間ですけれども、ぜひ皆さん集まって、野党の皆さんもたくさん来られると思います。皆さんと一緒に野党とそして市民の力でこの岸田政権の暴走をみんなで止めていこうという、そういった決意をここで新たにしたいと思います。明日からもまた共に頑張りましょう。ありがとうございます。参加者の皆さん、お疲れ様でした。これで第95回19日行動を終了いたします。ご協力ありがとうございました。